誰かが言った、海底の水圧をものともしない、竜宮城があると、敵の侵入を拒む、鬼ヶ島の要塞があると、世はビルド時代、未知なる建造物を求めて探求する時代、と冗談はここまでにして、ワンピースやドラゴンボールとコラボするほどの人気を誇った、食をテーマにしたバトル漫画、トリコ。このトリコの作者、島袋先生はこの作品の次に銃を題材にした作品を書きました。その結末やいかに。ということで今回はトリコの焼き直しと定評のあるビルドキングについて解説していくぜ。焼き直し。まずはあらすじを見ていこう。竜宮城や鬼ヶ島の要塞など、いつ誰が建てたかわからない、天変地異をものともしない伝説的な建造物をビルドキングという。今作の主人公トンカチとその弟のレンガは、そのビルドキングの建築に携わるために師匠を訪ねる旅に出る、という話だぜ。この建物たちの壮大な世界観がたまらないわね。竜宮城とか鬼ヶ島とかを作った人がいるっていう発想が面白いよな。次はキャラ紹介をするぜ。トンカチ。今作の主人公で、大工だがまともな建築ができないぜ。建築の漫画なのに。大丈夫、これバトル漫画だから。じゃあ主人公にこういう欠陥があるのはよくある設定ね。でもバトルと建築って合うのかしら。トンカチの戦い方はハンマーで殴るというもので、ハンマーの柄を伸ばすほどに威力が上がるんだ。制約と制約かな？そんな雰囲気を醸し出してはいるが、現実世界でもモーメントの力で長いほどに威力が上がるから、実はただ当たり前のことを言ってるだけだったりするぜ。このハンマーには表裏があり、表で物理ダメージを与え、裏で活力を与えて修復するという使い分けをするんだ。ふーん、で、釘パンチは使えるの？使えないぜ、この作品の誰も。なんで食をテーマにした漫画で釘パンチを使って、銃をテーマにした漫画で使わないのか理解に苦しんだぜ。レンガ、トンカチの義弟だぜ。トンカチとは反対に建築が得意で、戦闘ができないという性能をしているぜ。兄弟で補い合って戦うってことね。喋る、トンカチとレンガの師匠で、物語が進むとカーペンターズという大工集団の三代目頭領であることが明かされたぜ。それはすごいチームなの？ビルドキングの構造を解き明かした史上唯一のチームらしいぜ。そんなすごい人が師匠だったのね。この後の説明をするのにいくつか説明した方がいい用語があるので先に説明しておくぜ。1、野獣。家の形に擬態したモンスターで、近づいた人間を食べてしまうんだ。ミミックみたいなことね。庭でトンカチたちの元にも野獣が現れるんだけど、二人には心を開いて、移動手段になってくれたぜ。この野獣が物語の核になってくるのかしら。2、家食い。家を壊すモンスターだぜ。なんでそんなことするの？かつて先祖が家によって滅ぼされかけたかららしいぜ。よくわからない設定ね。これはおそらく、建築というテーマでバトルをするための理由付けだと思うぜ。3、ビガー。ヒロアカの個性や、ワンピースの悪魔の実みたいな特殊能力の、ビルドキングバージョンだな。これはまあ定番の設定ね。だがハンターハンターの念能力のように系統分けがされているんだ。わかりにくい。これについては後で詳しく触れるぜ。次は突き抜け方を見ていこう。トンカチとレンガは建築士の資格を取るための試験に参加するぜ。試験編はジャンプの定番よね。本来ならここから物語を広げるつもりだったんだろうが、これが最後になってしまったな。そしてこの試験の途中でサタンヒルズという悪の組織が攻め込んでくるんだ。トリコでいう美食界ね。こいつらの目的は何なの？トンカチとレンガが基本8色以外のレアなビガーを持っていたため誘拐しに来たんだ。美食界が小松をさらいに来たのを思い出すわね。この戦闘の最中にも、カーペンターズの1代目頭領が現れたり、サタンヒルズのボスがカーペンターズの2代目頭領だったり、次々と新事実が判明していくんだ。突き抜け時の大盤振る舞いね。一体どんな締め方をするのかしら。そして敵に追い詰められてピンチのトンカチたちの前に、庭で仲間になった野獣が助けに来て、野獣？となって終わったぜ。終わり？うん。もう一話あるとか。ないぜ。投げ出しエンドすぎでしょ。一応単行本で100ページ以上加筆されて完結するんだが、別に私みたいに打ち切り漫画を買う人なんてそう多くはいないからな。大半の読者にとってはここで物語は終わったんだ。両親の仇に匹敵する最後だったわね。次はこの作品の問題点を考えていこう。1、キャラの魅力。主人公が劣化版小松なのがまず問題だな。一人称が Y だったり、語尾がジェなのもあまり好かなかったぜ。ギャグ漫画ならまだしも、バトル漫画にするつもりならトリコみたいな筋肉キャラでよかったかもね。あとこの辺の強キャラたちも、どうしてもトリコの一流やミドラと比較してダサく感じちゃったぜ。なんか全体的にキャラの出来がトリコより劣ってる気がするわね。
だけどそれは多分今作ではトリコの時より若年層を狙っているからだと思うぜ。コロコロコミックみたいなギャグが多かったし。に、ビガーがわかりにくい。8色は多すぎじゃあ。しかもそれぞれの色に家用と戦闘用で違う効能があるのね。この他にも突き抜け時には、ゴールド、ブラック、ラック、ラブ、漁師などチート級のビガーも現れ出したぜ。なんでもありね。ラックなんてトリコのグルメラックの使い回しじゃないの。どうせビルドラックとかいう技使うんでしょ？いや、シャボンラックだったぜ。なんでだよ。漫画で色を取り入れるのも表現しにくいと思うし、ビガーに対抗するには捕食のビガーで打ち消すと言われても読者は捕食なんて覚えてないからわかりにくかったぜ。さらにこの漫画ビガーの戦闘だけじゃ飽き足らず、家が変形して戦うという要素まで入れてしまったぜ。建築要素よりバトル要素を重視してしまったのね。3、建築×バトル。トリコの食というテーマは、食べるために獣と戦ったり、レア食材をめぐってライバルと争うというのは理解できたんだが、大工が戦う理由がよくわからなかったぜ。戦う理由を作るために、家食いとかいうよくわからない敵を作ったんだろうね。まだガレイラカンパニーの方がしっかり戦う大工さんをやってたと思うぜ。こいつらは大金を踏み倒そうとする海賊の客と戦うのよね。ちなみにビルドキングには、ビガンとかいう技を使うキャラもいたぜ。CP9 のメンバーかな？この建築要素を取り入れたバトルも謎だったな。またワンピースから引用するが、フランキーが戦闘中に簡易的な階段を作るという描写があるんだ。私は建築×バトルはこういうのだと思っていたんだ。でも結局この作品の主人公はハンマー振り回してるだけだったのね。バトルをメインにするのではなく、建築要素をメインにして、鬼ヶ島や竜宮城の秘密を解き明かすアドベンチャー系にした方が良かったかもな。4、トリコに引きずられる。これが一番の問題で、読者も作者も前作のトリコを引きずってるんだと思うぜ。キャラのデザインとかもついついトリコと比べちゃってたしね。作者もトリコに引きずられてるから、衣食住の食やったから、次は住をやろう、という発想になったんだろうしな。それでトリコは食×バトルだったから、今回は建築×バトルをやろうってなっちゃったんだと思うぜ。その結果、建築とバトルの相性が悪くて打ち切られてしまったのね。私が一番取り込みを感じたのはここだな。国と国でそれは取り込む分野だろうが。って思ったぜ。他にもネジ料理とかもあったぜ。単に自分の作品のオマージュとも取れるけどね。次は良かったところを見ていこう。1、最初のつかみ。この竜宮城や鬼ヶ島がアーダコーだっていう世界観設定はすごい面白いと思ったぜ。これに作り手がいるなんて考えたこともなかったよね。この最初のページがこの作品のピークと言われることもあるぜ。この建造物をもっと活かした作品を見たかったな。2、平和を築く。主人公のトンカチは建築ができないため、戦闘で平和を築くという言い回しはオシャレだったな。安心安全というのも銃の大切な要素だからね。3、竜。物語の中盤で竜の牙を加工した城が登場するんだ。竜の背骨状で町が栄え、竜の上顎の岬の先に牙から作った逆さの城があるんだ。すごい規模ね。でも城が逆さで人は住めるの？この逆さの城はコウモリの一族が住むものなんだ。コウモリは天井に張り付いて過ごすからね。こういう建築×ファンタジーの設定はワクワクしたぜ。ちなみにこの竜もトリコのオマージュだと思うぜ。まとめると、建築の世界観自体は結構面白かったってことね。以上、建築をテーマにした世界観は良かったが、トリコに引きずられてバトル要素を掛け合わせたために失敗してしまった、ビルドキングの解説でした。